こんにちは、太田先生の爽快心ですの声の人改め、ゆきなです。今日はですね、ここ宇都宮駅に来ております。夜です、夜です、夜です、夜です。なぜ今ここに来ているかと言いますと、夜景の撮影をしていきたいと思います。ただ、まあ、私がね撮ったところで何が撮れるんだよっていうことだと思いますので、本日はこちらの方に来ていただいております。今日カメラを撮っていただいているのは三品こと三品です。皆さんこんばんは。三品天井といえばオールドレンズ、今日はオールドレンズで夜景の撮り方紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。今日使っていくレンズはですね、おじいちゃんレンズです。私がおじいちゃんからもらったレンズですね。ミノルタの MD50mmF1.4 の6コーです。6コールだから、あ、MD6 コールです。じゃあ撮っていきたいと思います。宇都宮といえばですよ、こちらの方とねご対面しないと。正面から拝みましょうか。餃子の象さんです。この餃子像をうまく使って、そしてさらに夜景と言ったら玉ぼけですね。撮っていきたいと思います。カメラをつけるとこんなのが出てくるんですよ。このねパナソニックのカメラの場合はね、電源入れるとね、今日マニュアルレンズなんで、レンズをつけると何ミリのレンズ使ってますかって出てくるんですよ。で今日今のゆきなまるさんが使ってるレンズは50ミリなので、今30になってますから、これを50に変えたいので左側にあるハイの、はい、ここ50、これかな、はい、決定。それで撮影ができるようになります。モードはオート。これ前もってですね、設定っていう部分としては感度の方を今回は今なるべく荒くならないようにするためにオート感度の方にしてあるんですけど、200から、3200までの感度にしてあります。まあ、ちょっと今日は三脚は、持ってきてないので、手持ちで撮れるギリギリのラインで撮れるような設定にしてあります。でピーキングっていうピントを合わせたところにね、こうエッジのような形のものがつくような形の撮り方で撮れやすいようになってますから、それが設定されてる状態で撮影してます。じゃあちょっと撮ってみましょうかね。餃子像にピント合わせてあげて、うう後ろに光を入れてあげるとボケ目が出る。ああ、なるほどなるほど、はい、で餃子なのか何なのか分かんないかも。マニュアルレンズなのでオリチは出てこないですね。 F0 って出てる。シャッター速度が125分の1、一応人間が手持ちで手ぶれしない速度っていうのが一応60分の1って言われてる。60分の1よりも早ければ雪乃丸さんでも手ぶれはしないとオートにしてあるからいいのかな、はい、このままで縦と横取りしましょうって言ったじゃないですかこの間。うん、この前のね、もうちょっとしかもね広めに撮ってあげるといいかもしれないですね。広めにね、はい、もうちょっとバックする、はい、でこれマニュアルなのでピントもねゆっくりと多分合わせてると思うんですよ今雪乃丸さんね。これなんかボケを作ろうとすると餃子にも合わないんですけど、どうしたらいいの。ボケ目が裏ボケと前ボケとあるから、まず餃子の方にピント合わせた時に後ろ側は自分でこう右か左かに寄ったりとかしてボケ目を自分で探します。絞り値今 F1.4 にこっちのレンズがなってると思うんで、この 1.4 が一番光が多く入る状態になってるんで、これがボケ目が一番綺麗に撮れるようになってます。餃子にピント合わせて後ろ側をぼかして撮るのと、あとは後ろの光にピント合わせて餃子を逆にぼかすっていうのも、餃子ぼかしたらなんかなんだろうな、はい、わかんないものになる。輪郭が出るかもしれない。全部玉ぼけになっちゃいましたよ。逆だね。奥にも象がいたので、その象に合わせます。あ、なんか通信してるみたい。餃子像と通信してるみたい。今撮ってみたやつがこれね。今の感じだとさっきのは後ろ玉ボケ作ったけど、これは餃子がボケた。前のはこれは後ろがボケてますね。あ、あとは上の方にさ銅像っていうかあるじゃん。確かに。それも撮りたいからさ、せっかくのこのバリアングル下がったモニターを使ってもいいじゃん。下から撮ってみるよ。ちょっとしゃがみぐらいで、そうすると上と下両方撮れるよね。これは餃子をボケさせたくないな。ちょっともうちょっとキラキラが入ってほしいけど、まあなんかもうちょっと上の方に玉ボケがあったらよかったような気はしますけど、どうなんですかね。そしたらそれあれだね、上の像と餃子一緒に撮ったら多分丸ボケはなくなるかもしれないけど、ちょっとそれでも撮ってみてもいいかもしれない。オッケー。じゃあ主役は餃子と像。そう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 。もう餃子がさ、ただのさ先っちょだけであるけどそうなってくると、これ今今回使って今 50mm でしょ、うん、そうすると 35mm とか 28mm とか広角使うともっと幅が広く入ってくる、ね、あーなるほど。そうそう、これだと餃子はもう先しか見えていない状態なので、やっぱり広めのレンズがあった方がいいですね。だ一緒に撮るってなると難しいのが分かったから、うん、じゃ逆にじゃあもう一回あれかな、アップの誰かを待つ餃子って感じがする。餃子待ってるね。待ってる。あ、これ私的に気に入った、うんうんうん、これはいいんじゃない。餃子はあえて全部入れてみた、ある程度。わ、なんかすごい光ってる今このゴールドレンズなんで。何これ。このね街灯の光が入ってくると、その入ってるのも入れてあげる。おー、何これ、なんか
今逆にでも取ると消えるね。あでも綺麗に丸が出てるね。あそれ横の方がいいかもね。いいですね。縦像でね、うん、取んないとその餃子今ね取ってたんですけど、なかなか餃子の全身が入らなくって、像というか大きな石って感じなので、どうしたらいいんだろうか。これはまず合わせるところをまず決めて、餃子、そう餃子の大きさを決めたらば、体型のボケ身をどこら辺にまで入ってくればいいかっていうので、場所を自分で決めていく。いいんじゃない。ちょっとね不審者に見えるけどねでね、さっきはね完全に餃子のもう破片しか取れてなかったけど、餃子のさくっきり感もしっかり出ない。オールドレンズととても思えないほどしっかり取れてる。本当です ねでこれ今基本的にはホワイトバランスは、今日はカメラ側の方もオートです。向こうギリギリまで行ってもらうと、向こうにね車がねいっぱい撮ってますから、そっちを撮ってみましょう。さっきの像、餃子と通信してる人。はい、じゃあさっきはですね玉ぼけをメインで撮っていったんですけれども、車が通ってるところだったら何が撮れるんだっけ。これすごくね背景ボケるレンズじゃないですか、この50の 1.4、うん、なのでこのレンズを使って木の丸さんのカメラね、多重露光の機能がついてるんですよ、はい、どんどんこう写真をこうかぶせていくっていう風な撮り方があるんだけど、これで1枚撮って2枚撮ってっていうので、1枚は丸っきりぼかして丸ぼけを出しちゃって、もう1枚はちゃんとフィンターはしたものでもう1枚撮るっていうので、ちょっとやってみましょう。まずこれはパナソニックのカメラなので、他のを使ってる方はちょっと自分ので探してください。カメラマークのトップ一番下、開始。それ開始でいいですよ。はい。でこれで撮ってみましょう。ポイントは同じ画角のままで撮ってくださいね。サイズ違くなっちゃうとダメだから、1枚をぼかして1枚をピント合わせてってので同じ場所で撮ってみてください。ピント合わせます。オッケー、ゴー。よいしょ。次の撮影を押します。はい、押すよ。うおお。なんかお化けみたくなってるでしょ。すごいすごいすごい。別にまあ同じところじゃなくてもいいんだけど、ただピント合わせてもう一回撮ってみると、ピント合わせる合わせる合わせるの、合わせるの見づらいかもしれないけど、うわむずむず、え、どこがピント、あーこの辺かな、え、なんか違う気もする、全然合ってない、ね、この矢印の位置が、おお。それで1枚撮ってみよう。 OK GO イエイ。でそれで完了、完了で再生する。おお。ちょっと今車の通りが少ないんですけど、でも綺麗、なんかちょっと豪華に見える、華やかに見えますね。でもこれはピントをどちらも合わせた時ですよね。今思ったんだけど、宇都宮駅自体をピントちゃんと合わせる形にして、うん、まるっきりこっちにもうぼかしちゃってる状態の写真を2枚重ねてあげたら、うん、宇都宮駅がフワーってなるから、何よ、もう1回多重露光まるっきりぼかしてください。ただのボケ、大きさは自分でピントのサイズが変わるから、車っていう感じ分かんない、分かんないですね全然。で1回そこら辺撮ってみる。 OK、 はい、したら次の撮影にしてもらう。でそのまま宇都宮駅ちゃんとピント合わせて、あとは自分で邪魔にならない場所にボケ身が、動くよ。そろそろ宇都宮駅のさ字がさ被んないようになれるようにするとかね。そうそう、行きます。やっ、おお。保存するとね。あ、保存してない、今消えちゃったり皆さんこれ注意してください、保存を押さないと保存されません。もう一回、もう一回、おい、次の撮影、これ皆さんちゃんと押してくださいね。 GO! 行きます、行くよ、おーい、よいしょ。でそこれで完了、完了してください、はい、みんな、はい、保存されました。どんな感じですか、おお。今のこの時期ですけど、イルミネーションのね、あ、本当だ、感じになるでしょ。イルミネーションを作り出すっていう多重露光、ハマりそうですこれ。多重露光はどんなカメラでもついてるわけではないのかな、ないのか、ついてないのもあるので、逆にお使いのカメラで多重露光があるかどうか調べてもらうと、うんうんうん、夜景では今みたいな形で活かして撮ることもできますね、うんうんうん、これオールドレンズだからやっぱりボケ感みたいなのが出せるんですか。少しちょっとやっぱ味の部分はこのオールドレンズ使ってるからって部分はあるかもしれないけど、まあ、もっとねピントのかっちりさというか、夜だとさらにまあ柔らかい感じのボケ具合とかは、うんうんうん、オールドレンズだと出やすいかもしれないですね。なるほどね。あとはさっきはこっちで撮った丸ボケだったでしょ、はいはい、で逆にこっちを撮ってみたりとか、場所を変えてパーラーって書いてありますけど、そことかのボケ身で使うとちょっとさっきとね、この大きさが全然違うし、さっきのボケ身より、まね、丸ボケがでかい、やばい、多重露光を永遠にやりそう、ね、みんな多重露光やった方がいい。上のさ銅像一緒に入れてごらんしたら、でもちょっとネオンを撮りたい、わざとここで撮りたい。でそういうの綺麗にやりたい場合はやっぱ三脚使うと、同じでも手ぶれもしにくいし、構図はずらさないで撮れるから、多重の場合は三脚使うといいよね。難しいですね、でも多重ってやっぱり。だからぼかして派手めなものと空に向かってる図像を一緒に撮ると、例えばじゃあ右側の方にあのさっきのでかいパーラーの部分を右上の方にボケ身が入るように撮っておいてもらって、それにもう一枚、そうでそびえ立ってるさ、さっきのさ人物の子供さん抱っこしてるところが入ればいいかしら。自分でこうどういう風に入れるか想像する感じ、
感じ、スケッチしてる感じ。取る前に一回じゃちょっとイメージした方がいいのかな。そうそうそう、これに次に入れるっていうのをイメージして、近い近い、しゃがもう。左の人まで入れなくてもいいかもしれない。あ、そうそう、ちょっと分かったかも。分かった、空間が、空間の使い方だけだから。逆に上の方にギリギリまで僕に持ってっちゃったかもしれない。ほうほうほう、なんかそれも抱っこしてみたいな感じでしょ。はい、オッケー、いいんじゃない。あ、なんかちょっと幻想的で、ケミは結構可愛らしいね、ふんわりした感じと、まあ、多重の使い、いきなりさん、いきなりもう多重使ってるのって、そう、あの話も出てくるかもしれない。オールで、しかも多重ですから、ね、皆さん、私でもできるからみんなもできます。絶対チャレンジしてみてください。ほんとこれでも楽しいですよ、やってて。絵作りみたいな感じで、ほんとスケッチしてるみたいな、想像しながらやるのがすごい面白い。ぜひ多重ロックをやってみてください。今ちょっとね、サンピンさんがね、いや、ここはこう取った方がっての今自ら教えてくれてるので、これ逆にじゃあね、手すりを使ってね、取ってみても、絞るとね、六角形でこれ出るからね、これはね、両方取り比べた方が面白いですね。絞り込んでると絞ってない方、これが六角形ボケ、これ丸ボケ、これが開放です。これが、絞りがさっきね、8ぐらいまで絞ったかな。これいつもね、あの自分はインダスターの星ボケありますけど、レンズの絞りの形によって五角形、六角形ってあります。このロックオールは、六角形なので、だから絞りも変えてあげると、こういう風なボケ目がこう味わえますので、だ自分のレンズの使いのレンズを、あの絞りを絞ってもらって、形を見ると、あ、自分のレンズって五角形なんだな、六角形で出るんだなって分かってもらって撮ると面白いかもしれない。こうやって手前に何かあるものを入れて後ろ撮ると、ボケ目としては一番ボケ目が出せるから、自分でこうどこを入れたいか動くっていう感じで、このどこら辺にこのボケ目を持ってきたい、この後ろのね、看板の部分が邪魔だから、これはどかしてあげたいなっていうと、ここら辺 で今手すりにあって、これで一回、うわー、おしゃれで、もう一枚取るときに絞り込んであげると、技がすごい。え、どこで絞るんですか。ここですね、ここで。なるほど、ここを変えるんだ。そうするとこれが六角形ですね。はい、絞り込んで、だいたい8ぐらいまで絞ったかな、うん、でこれが、1.4 だと、こんだけの丸ボケ出ますよ。本当だ、全然違う。でこの時に、今日は手ブレもすごい気にして、そのまま簡単に取れるようにしたんで、感度は自動で動いてます。なんでこれが開放の時は800で済んでるけど、絞り込むと光が少ないから2500まで感度が上がってます。これはもうどのカメラでも自動的にこう動いてくれるんで、僕は夜の撮影でもピントはもちろんマニュアルですけど、絞り優先で撮るとすごくね、簡単に撮れます。でピントが合わせにくいなとかってね、そういう場合は設定でいろいろちょっとできますけど、でモードの方は、あの絞り優先でも全然大丈夫。これなかなか色が、シャッター速度がうまくいかないなって場合は、マニュアルでね、もちろんシャッター速度変えてもらえば、遅くしたり早くしたりができるので、僕はおすすめはこの絞り優先でいいと思います、まあ、これでやるとまた違うもんね。さっきと入れてるこの割合が変わってくると、うわー、安め撮ってみてください、ね、これちょっと違う。うわー、おしゃれね、なんかこれで絞り撮ってると青く見えるのにね、ちょっとこれはやっぱホワイトバランスの違いだよね。ちょっと変えてみたい、はい、したら変わりましょう。ではですね、オールドレンズで撮るんですけれども、色味というか、今私が今目で見てる感じだと、多分黄色っぽい街灯が多いからか、赤みが強いような、そんな印象なんですけど、実際こうやって撮ってみると、なんとなく色が違う。じゃあちょっとね、一回撮ってみたいと思います。今何も変えてないオートの状態です。よいしょ、ピント合ってないかもけど、まあいいでしょう。さっきはね、絞り開放と絞った状態の写真だったので、この間雪乃さんが皆さんからコメントいただいた、うん、ホワイトバランスは変えられるよとね。そう、マニュアルレンズ、オールドレンズ、何も変えられない、見れない、そうと思ってたんですよ。でも変えられるんです。というわけでですね、色変えてみたいと思います。ちょっと青っぽく撮りたいので、ホワイトバランスを電球マークにしてみたいと思います。あ、全然違う、青みが強い感じ。個人的には雰囲気が好きです。こうやってホワイトバランスを変えて撮って楽しめるのも夜景の一つなのかな。いろんなやっぱ照明が、街灯が当たってるんで、そこの場所に合ったホワイトバランスがあるので、電球にしたり曇りにしたり、いろいろね、細かく合わせられますからね。曇りも撮ってみます。さっきと比べるとちょっと黄色っぽいっていうか、だいぶ、うん、雰囲気のある感じになりましたね。さっきの絞りを変えるっていうやつを三品店長が教えてくれたので、それ最後に挑戦したいと思います。はい、ではですね、さっき教えてもらった絞りを変える大歓迎してくれてるということで、じゃあラストはですね、この手すりをですね、うまく使ってさっき教えてもらったやつを実践してみたいと思います。手すりの隙間から撮ってるのを三品店長のオールドレンズの写真で見たことがあるんですよ。ちょっとそれをね、やってみたいと思います。イメージしてね、私でもできるのか見てて。
あ、でもいい感じだよ。ちょっと変態っぽいね、この姿勢。あ、いいね。あとそのボケ身を大きくしたい場合は自分で前に行ったり下がったりすると大きさがね変わるから。あともうちょっと隙間がありそうなところで撮っても、こうだ、撮りたいものとね同じ平行なところが撮った方が撮りやすい。それがちなみに絞りが今 1.4 です、ね、だと丸いんですよね。そう、丸く撮れます。だからちょっと、お、いいんじゃない。今絞りがいくつになってますか。今度は今は絞りが 2.8 かな。 2.8 だとまだ結構丸くないかな。もっといける。もっといける。今日は雪山さんでも撮れるように、いい、ね、うん、あの感度をオートにしてあるから絞りは気にせず撮れちゃうと思いますね。 OK、 じゃあ4でいきます。あーね、いいね、いい感じ。4の後10ぐらいのやつも撮ってもいいかもしれないね。 10? うん、10あるかな。11だとなんかもうどれも綺麗だよ。あ、ピントが合ってくるね。合っちゃってるね。じゃあその六角形が出やすくするために好きなサイズで。やっぱ4かな。多分なんかね、構図が悪い気がする私の。ボケ身を探す。まずは 1.4 から。こっち？じゃあ違うな、こっちだな。来た来た来た。おいよ。でもう一度同じところのままで。オッケー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 。同じぐらいの感じで。場所は変えただけなんですね。そうそう、変えない方が多分比べた時に分かると。4でいくよ。いや、行っちゃった。場所変わっちゃった。もう一回場所見つけたいな。いいよ、いい感じだよ。青い線が出たよ。ヒントが合ってますよって証拠ですね。オッケー。ピピってならないんですよね、マニュアルは。自分の目を信じてね。でもう一回。オッケー、4にして、はい。取れた。まず最初に取ったやつが、これが F1.4 の時ですね。丸い感じ。そして次、F が4の時、六角形になってるね。でもなんというかこう、やっぱ難しいですね、ボケを入れるのがね。あ、待って、分かったかも、私。何本も入れてたからいけないんだ。こちらを1本にした方がいいかも。やっぱりあれだね、この間ちょっと欲張りなんだね。出た、欲張りなんだね。ちょっと2回も、3回言ったな。柱は1本のが2回です。あー、のがシンプルだね、それね。と、4に変えるよ。あ、絶対こっちの方がいいわ。よいしょ。よし。あ、これの方がいいね。ね、大体同じ位置で撮ってるんだ、うんうん、そのボケ身の違いが。なんか背景のその使い方っていう感じが。すごい。今日それだけでも。いや、めっちゃ勉強になったな。だいぶ変わりましたね。みんな寄るんだよ、寄った方がいいよ。少しなかなか色味とかが出にくくて、背景も困っちゃった場合は、多重露光にしてあげるといいかもしれない。多重露光は味方ですね。形が悪いな、この。このくねってしてるところの上に、丸いのを乗っけてあげれば全然違うと思うよ。あ、いいじゃん。なんかすごい感じがいいじゃん。かわいい。ほら、すごい。もう一回撮ってみて。あと、オッケー。逆に絞ってる。めちゃめちゃ良くなって、なんか美味しそうな色ですよ。サラダみたい。ほら、全然今違う。それ全然変わってる。さっきのより全然いいわ。丸みを生かした撮り方ですね。物のその形を生かして撮るっていうのもありですね。ずっとここでやってそうだわ。やばいやばい、これから放送なのに、はい、あ、ね、そろそろ時間になってきましたからこれね。今日はですね、三品店長が放送の前にね、わざわざちょっと引っ張ってきて来てもらったんですよ、はい、なんでちょっとそろそろお時間ですけど、ラスト。いや、これ面白いな、ずっとやっちゃうわ。夜でもマニュアルレンズでこんだけこう遊べるからね。え、すごい楽しい。そうそう、で、かえって 1.4 って明るいレンズなので十分夜でも耐えられます。すごいいい感じ。はい、というわけでですね、今日は、夜の宇都宮駅にやってきて、オールドレンズでの夜景の撮り方を三品店長に教えていただきました。いや、最初はですね、オールドレンズで夜景撮れるのかなってちょっとすごい心配だったんですよ。でもオールドレンズの方がこう自分で回してピント合わせてこうゆっくりまずできるっていうのが私的にすごいやりやすかったです。慣れてないからこそ自分のペースでいろんなところ見つけて、あ、ここ、あ、ここあったみたいな、見つかったみたいな、そういう楽しみ方っていうのを初めて知りました。で、夜だから綺麗に撮れるのかなって思ってたんですけど、十分楽しめました。なんですかね、オールドレンズの魅力が私はほぼ初めてに近いんですけど、ちょっと分かったような気がします。まだまだオールドレンズの魅力がいっぱいあると思うんですけど、皆さんもよかったらですね、オールドレンズ使って夜景撮りに出かけてみてください。多重露光なんかを使って自分でイルミネーションを作り出すっていうねのをぜひぜひやってみていただけたらなと思います。この動画を見て楽しかったと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてサピー店長と私のツイッター、インスタグラムなども概要欄に載っておりますので、よかったらそちらの方もチェックしてください。サンビ店長、今日ありがとうございました。はい、楽しかったね。また行きましょう、うん、また撮りに行こう。バイバーイ。